G20 第1回20カ国地域首脳会合2008年11月15日、コロンビア特別クワシントン市にて第1回20カ国地域首脳会合に出席した首脳第1回20カ国地域首脳会合は2008年に開催された20カ国地域の首脳会合である。正式名称は金融世界経済に関する首脳会合。 2008年11月14日の討議2008年11月15日の議場2008年11月14日15日アメリカ合衆国ワシントン DC にて開催された国立建築博物館を会場とし20カ国地域の首脳らが出席した議長にはアメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブリュー・ブッシュが就任し世界金融危機への対策 将来同様の危機が発生することを回避するための方法が討議された。このサミットはフランス大統領ニコラ・サルコジとイギリス首相ゴードン・ブラウンの働きがけによって開催されることになったものである。多くの経済学者や政治家が世界の財政構造を点検するために新たなブレトン・ウッズ体制のような体制の構築を求めたためこの会合を ヨーロッパのメディアでは時々、ブレトンウッズ2と呼ぶことがあった。G20 の財務省、中央銀行総裁会合はこれまでにも行われて、きたが、首脳級の会合は、これが最初となる。先進7カ国と新興経済国12カ国から、各国の首脳と、欧州連合から、欧州委員会委員長が出席した。それに加えて、関係する、 各機関から代表が参集した。アメリカ合衆国では、大統領選挙期間中であり、バラク・オバマが事実上当選を決めていた。しかし、オバマは出席しないことを表明した上で、名大として、マデレーン・オルブライトとジム・リーチを派遣した。日本は2008年の G8 議長国だったため、当初より G20 首脳会合の開催を誘致していた。 内閣総理大臣、麻生太郎は、G8 議長国として、首脳会合誘致を表明し、成田国際空港周辺での開催を各国に提案した。同年10月16日の参議院予算委員会での答弁にて、麻生は、私が最初に考えた時には、もう、成田の飛行場でええという発想だったと語り、成田市での開催を目論んでいたことを明らかにした。その意図について、 あそこに集めてパッと4時間いて、それで、あと全部散っちゃう。そういうようなのでいいようなものの方が、現実的だと説明した。しかし、最終的に日本への誘致は断念した。その理由について、麻生は、案に乗ってこなかった国があったためと説明した。後日、アメリカから要請され、日米首脳電話会談が行われ、その際に、 G20 首脳会合の開催時期、開催地、参加国はアメリカが選定することで合意した。ありがとうございます。